別町の皆さん、こんにちは。ポルタンとナミです。今日は、豊かな法要のお料理をご紹介します。で、一応今日はですね、お持ち帰り用のお料理のご紹介になります。容器はですね、当店ではこういう箱に入ったもの、箱のものを使っております。で、こちらは、お持ち帰りに特化しております。で、中身はこんな感じなんですけど、まあ、一つ一つのお料理がこういうふうにこう蓋付きのものに分かれて入っているんですけど、例えば、まあ、お料理これだけ残してしまったっていう場合とかだったら、これごと、冷蔵庫に入れて保存することができます。で、こちらがですね、お料理、これを使ったお料理たくさんあるんですけど、こういうパンフレットは当店に、お店の玄関とか、各テーブルのところに置いてあります。あと、こちらはですね、ホームページの方にも同じ内容のものを、載せておりますので、もし気になる方いらっしゃいましたら、そちらからぜひチェックしてみてください。今なかなかこういう状況で、法要終わった後に会食ができないというお客様がすごく多くて、こういうお持ち帰り用のお料理はかなりご用命いただいております。もしこれから法要の予定があったりとか、こんなことを相談してみたいなっていう方、もしいらっしゃいましたら、一度お問い合わせいただけるとすごく嬉しいです。ということで、今日は、お持ち帰り用のお料理の、ご紹介でした。今日の動画がいいなと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。